ヨルダンが決勝進出、自身の予言にホンダが反応。1月20日のグループリーグでも対戦し、2対2の引き分け。この試合中、ホンダ派自身の X で、ヨルダン派イラクより強いね。韓国負けてると投稿、決勝トーナメント1回戦でヨルダンがイラクに勝った時にもクローズアップされ、ファンから、的中しましたねなどと指摘されていた。そして今回、ヨルダン派韓国をも撃破、ホンダ派なのか、過去の自身の投稿を引用する形で、当たっちゃったか。でも適当じゃないからね。I can explain it to you と綴った。ホンダ監督にしろ、ホンダさんがそうか知らんけど本当にワールドカップで上を目指してる人に監督になってほしい。あれじゃもう選手ついてこないよ。というかホンダって選手引退してたっけ？ジーコってS級ライセンス持ちではないのに代表の監督になってたよな。ホンダさんも代表の監督にはなれるとちゃうの。選手層厚い日本だしホンダにやらせてほしい。ホンダライセンス制に反対してるのか？勉強できないのかな？わら。ホンダ監督なら優勝してたなー。